日本系自動車株式会社とは1950年代に存在していた零細自動車メーカーである。日本において四輪軽自動車を製造した初期のメーカーの一つであった。本港では同社の前期製品である NJ5 を先行して開発、生産していた母体的存在の日本自動車工業、後期製品である日系太郎の一部とその改良型である。 コンスタックの生産を手掛けた日建機械工業についても言及する。元は日本自動車工業と称して横浜市南区に拠点を置いており、大倉財閥系の老舗輸入者リーラー、車体仮想メーカーであった日本自動車と関係があった。ただし、日本内年期の更新、東急黒金工業の前身である日本自動車工業とは別の会社である。日本自動車工業では、 1953年にリアエンジンリアドライブ方式の四輪軽自動車 NJ5 を開発、小規模に生産を開始した。その後、1955年には拠点を埼玉県川口市に移し、社名も日本軽自動車に変更している。この頃、NJ の設計をフロントエンジンリアドライブ方式に改める、モデルチェンジを行い、ほどなく社名も 日経太郎へと変更した。しかし、小規模生産で製品の完成度や販売力に難があり、1957年には倒産した。これに伴い、同社にエンジンを生産供給していた東京都大田区の日経機械工業が日経太郎の生産を引き継ぎ、さらに、これをベースに若干の設計変更を行ったモデルを日経コンスタックの名で引き続き生産。 1961年まで製造が続けられた。日本自動車工業時代からのブランド。社名は日本自動車工業の社名のローマ字略称によるものである。日本自動車時代の1953年設計になる RR の前期モデルと日本系自動車となってからの1955年に開発され日系太郎に改名した FR の後期モデルに分けられる。 本校では、リアエンジンの前期モデルについて解説し、後期モデルについては、日経太郎の項目で記述する。前期型 NJ 号は、黎明期の軽自動車の例に漏れず、設計の難易度が低いに座席仕様で、オープンボディを採用していた。構造面の特徴としては、リアエンジン方式、四輪独立喧嘩。 フロアパネル及びサイドシルによるオープンタイプのセミモノコック構造を採用していたことが挙げられ、設計自体は野心的なものであった。簡易なモノコック構造という制約からサイドシルは高く作られており、その分ドアが小さくなっている。また、全長 2910mm に対し、ホイールベースは 1650mm と短めで、モノコックの強度確保と、 リアオーバーハングへのエンジンスペース確保の意図が伺える。リアエンジンリアドライブ方式の採用により、後輪に独立喧嘩を採用することが必須となり、合わせて前輪も独立式とされた。これらは前後ともコイルスプリング指示でショックアブソーバーも備えていた。タイヤサイズは4.00から12で12インチという当時としては小型タイヤの採用で、 一定のスペース節減を成し遂げている。ブレーキが後輪のみで機械式、ドラムブレーキであったことが簡略措置の最たるものと言える。エンジンは強制空冷の90度 V 型2気筒で縦置きである。V 型2気筒は、後年4輪軽自動車では、スタレタレイアウトであるが、1950年代前期、オートバイやオート3輪などの小型2気筒4。 ストロークエンジンで V 型2気筒配置を採用することはトルク確保や振動抑制の面での妥協策としてむしろ一般的であった。1954年までにストロークよりも軽自動車枠排気量制限の緩かった4、ストロークエンジン採用で排気量は規格いっぱいの 358cc とされた。潤滑機構はドライ散布式を採用した高度な内容で、 日立ソレックス 22HD-1 キャブレターを装備 12PS の出力を確保し、トップが直結の3速手動変速機を介して最高速度時速 70km を向上している。最終減速機は傘歯車式でなく、戦前は使用例も多かった旧式なウォームギアが用いられ、6.5、1の比較的大きな減速比を得ているが、ギアボックス、 原則比14、1のオームセクター式ステアリング機構ともども、一切が当時のダットさんと同一、内視禁止数値、同一機構で、歯車切削は高コストになるため市場で流通していた、ダットさん用補給部品を流用し、リアエンジン用のトランスアクセルにケーシングした、可能性が高い。ダットさんは日本で戦前から生産されていた数、 少ない国産小型四輪車でパーツはメーカー純正、社外コピー品とも入手しやすかったことから NJ に限らずこの時代の日本の少量生産者での流用例が見られる。ボディ当て叩きながら丸みを帯び、フロントノーズにはバンパーとタイをなすようにクロームメッキの飾りが施されていた。尾関和夫はこのフロントスタイルについて 日本自動車との関連による初代フィアット500後期モデルの影響ではないかと指摘している。もっともフロントウィンドシールドは中央にピラーのたった2分割式でその両脇にはアポロ式腕牛ウンカーが付きワイパーは運転席側のみ装備でかなり簡易であった。ドアにはガラス窓はなくホロをかけた場合には内側からセルロイドを貼って 風よけにするという最低限の仕様だった。名目上商用車登録できるように、金属バーで助手席側を区切って貨物スペースにできるとともに、リアのエンジンフェード上にも不格好な金属製のフェンスが作られ、荷物ラックとなっていた。エンジンフェード後部垂直面は、空冷エンジン冷却のため一面に横ルーバーが切られ、当時の汎用部品である微糖、ブレーキと ナンバープレート等を兼ねたランプが、株中央に1個装着された。前期型 n j は、比較的少数、短期間の製造に止まったが、これよりも簡易で生産性、汎用性が、高い新モデルの開発が企画され、日本系自動車への改装、川口市への拠点移転後の1955年に、新たな n j 号として発売された。翌1956年後期には、 日本の自動車名の中でも、人名に挙げられる、日系太郎に車名が変わる。日系は、車名略称、太郎は、かつて、日本人自動の典型名であった、太郎に由来するものと思われるが、あまり類例のない名称である。前期型 NJ のモノコックリアエンジンから、モデルチェンジによって独立フレーム付きのフロントエンジン、リアドライブ方式という平凡な手法に転換。 サスペンションレイアウトはフロントがコイル独立、リアがハンダエンディーフスプリングによる固定軸という堅実なものとなった。ステアリングシステムはラックピニオン式となっている。同時にボディ全体が平板なデザインとなり、高数節減を実現したが、スタイルの魅力は乏しいものとなった。それでもフロントエンジン化でボディ設計の自由度は高まり、散々のライト版。 200kg 積み、トラック、ロードスターの各モデルが展開できるようになった。ロードスターには、車体後部にランブルシートが設置されており、一応4座になっていた点が挙げられる。エンジンは、従前の倍一をフロント配置用に改良したバコで、性能に大差はなかったものの、変速機が手動4速となり、実用性は向上した。価格は、ボディタイプにより差があったが、 36万円から40万円程度であった。しかし、日経太郎の販売網はオートバイ販売店などに頼った弱いもので生産体制も商品性も不十分であった。このため1956年の生産台数は108台に止まり、翌1957年度に49台を製造した時点で日本系自動車は創業を停止した。 日建機械工業は、日本自動車工業、日本系自動車からの外注を受けて、NJ、日系太郎用の馬型エンジンを生産していた機械メーカーであったが、1958年から軽自動車、コンスタックの生産を開始した。1950年代まで多数のメーカーが乱立していた、日本のオートバイ業界では、メーカーの財務、経理体質の全時代性。 脆弱さから運転資金不足を起こして倒産する事例がしばしばあったが一部ではメーカーが倒産すると利害関係者である取引先販売店や部品納入企業が支援を行い倒産企業の生産を引き継ぐ第二会社を設立して延命を図る観光的事例がいくつか見られたもっともそのほとんどべてが無理な延命で1960年代までには それらの第二会社も行き詰まり、淘汰された。コンスタックは、エンジンメーカーである、日建機械が、日本系自動車から日系太郎の設計や、生産設備を引き継いで、車両生産を継続させたもので、オートバイ業界における、第二会社設立のような基礎があったと推察される。コンスタックの設計は、日系太郎のうち、商品性の高い商用車である、ライトバンとトラックに、 若干の改変を加えただけのものであった。流用は設計だけでなく広告の文面にまで及んでおり、1958年の第5回全日本自動車賞で配布されたコンスタックのパンフレットは前年の日経太郎のパンフレットから文面多数が丸写しされていた。最も1950年代末期は開発力、生産力、 販売力ともに強い軽自動車メーカーが多数、没効した時期で、すでに球体化しながら、月間数台ペースの生産に止まっていたコンスタックが、生き残る余地は乏しく、同社は1961年までに100台足らずを、生産して、製造を終了した。日本での販売はなかったが、フォルクスワーゲンタロの例がある。クーペや、オープンカーなどの2座席車で、 リアトランク部に設けられた折りたたみ式の補助席。ありがとうございます。